こんにちは。ラブリータウンイコマの時間です。この番組は毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしている生駒市の広報番組です。それでは今回の内容をご紹介します。今回は4月21日に行われた、君もこれで図書館博士だ、子ども1日図書館員の模様と、5月6日に行われたちょっと遅めのスプリングコンサートの様子をお送りします。そして今回から始まる今月の特集では、広報イコマ紙面と連動した特集企画をお送りします。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。4月21日、図書会館で市内の小学5年生から中学2年生までの6名が、子ども1日図書館員として図書館の仕事を体験しました。まずは自己紹介です。図書館スタッフのエプロンを着用した児童たちが一人ずつ挨拶すると、生田館長が楽しく明るく元気に頑張ってくださいと激励しました。こちらのグループは、本の表紙に透明フィルムを貼り付けるブックコートの体験をしています。フィルムを貼ることで、多くの人が手に取る本の強度を上げて、汚れや破損を防ぐためにどの本にも必要な作業です。また本の見栄えにも関わるので、児童たちも真剣そのもの。こちらのグループは読み聞かせの体験をしています。図書館では訪れた子どもたちに絵本の読み聞かせを実施しています。読み聞かせをするコツは、本を垂直に立て、子どもたちの目線に対して水平にすることです。また物語が終わっても、そこで本を閉じるのではなく、裏表紙まで見せることがルールになっています。この他にも児童たちは、本の貸し出し返却の受付をするカウンター業務や、返却された本を元の位置に戻す配下業務など、さまざまな図書館員の仕事を体験していきました。この催しは4月23日の子ども読書の日にちなんで開催したもので、図書館内の見学では普段見ることのできない書庫やスタッフの作業風景を見ることができ、子どもたちにとってとても貴重な経験となったようです。では続いての話題です。5月6日中央公民館サンホールで、ちょっと遅めのスプリングコンサートが行われました。このコンサートは生駒市教育委員会と生駒音楽芸術協会の主催で毎年行われているもので、今年で31回目となる恒例のコンサートです。今回はコーラスグループなど12団体が参加し、日頃の練習の成果を披露しました。歌われる曲は童謡や唱歌、往年のヒット曲まで様々。また今回はゲストに、大阪教育大学の学生・卒業生で構成された女性アンサンブルグループアンサンブルミオソティスを招き、日本の四季や童謡などがメドレーで披露されると、美しい歌声に会場からは惜しみない拍手が送られていました。
コンサートの最後には最大の出し物である出演した12団体を中心におよそ180名が生駒芸術大合唱団として舞台に登場。オペラアイーダの凱旋行進曲を披露し、華々しくフィナーレを飾りました。春をテーマにした曲を合唱した団体が数多く、まさに春にふさわしい爽やかなコンサートとなりました。